東仏や、摂津名所図絵4巻上、摂津名所図絵は、摂津国の名所絵画と文章で紹介した地識である。京都の町人、吉野やため八が計画し、1796年から1798年に、刊行された。全9巻12冊の定裁で編纂され、立行された名所は1300以上、図絵は、計312図が掲載されている。 旧来の名所案内記類の記事を集大成し、美麗な差し絵を備え、現地取材に基づく最新情報が盛り込まれたため、ガイドブックとして主演であり、大田南保など自作に用いる下作者もいた。編集は、徘徊師、秋里里桃が担当し、絵は、名物な庭の眺めや、鳥羽焼けつび流などを描いていた、絵師、竹原春長祭が担当。秋里桃による名所の由来記、 竹原春長祭による俯瞰図を多用した挿絵が特徴である。この二人は1780年に刊行された京都の案内書都名所図絵を皮切りに、その後吉野やため八が企画した多くの名所図絵を手掛けていた。本作の特徴として竹原春長祭など複数の絵師が図絵を分担して描いている点が挙げられる。これまでの名所図絵シリーズでは 一人の絵師がすべての図絵を担当していたが、本書編纂において複数の絵師が図絵を分担することが試みられ、東海同盟書図絵などにつながる大きな特徴となっている。竹原春長祭が半数以上を担当し、庭桃家がこれに次いで多くの図絵を担当していることがわかる。他の絵師については、春長祭の息子である春仙祭は第一巻から参加しているが、 その総数は少なく、石田優亭、下河原惚れしは、第7巻9冊目から図絵を担当し、楠の規定、中村中和が担当したのは、それぞれ一図のみであった。また、本書では、一つの図絵が複数ページにわたってその、構図が一致し、前後の図絵が接合できる、いわゆる、連続する風景とも言える表現が30箇所ほど、確認できる。秋さ鳥等。 竹原春朝祭が中心となった大阪シリーズには、この摂津名所図以外に、河内名所図、泉名所図、住吉名所図があった。なお、歌川広重にも何は名所図がある。また、東都の江戸名所図が観光されるのは、この摂津名所図へ観光の約40年後のことである。摂津名所図は、 まず古部となる7から9巻を1796年に刊行し、2年後の1798年に全部となる1から6巻を刊行した。これを合わせて9巻12冊となる。大阪の知事、ありがとうございます。